予定よりも早く撮影が終わったな。次の仕事までまだ時間があるが、どうする？私は一度事務所に戻ります。ライブの新曲についてみんなで話し合っているので参加してきます。スキストの新曲会議か。曲作りの進捗はどんな感じなんだ？順調です。苦労も多いですが、みんなで意見を出し合って楽しく曲作りをしています。それに琴乃ちゃんの誕生日サプライズも計画して。あ、このことは秘密にしてくださいね。分かってるよ。琴乃も喜んでくれるといいな。はい、当日が楽しみです。あ、ん？急に立ち止まってどうしたんだ？すみません、そこのショーウィンドウに気になるものがあったので。この店は雑貨屋か？何が気になるんだ？あのスノードームです。子供の頃、クリスマスにこれとよく似たプレゼントをもらったことがあるんです。なんだか見ていると昔を思い出してしまって。うちは両親が共働きなので、クリスマスは千佐と二人で過ごすことが多かったんです。千佐には寂しい思いをしてほしくなくて、私はいろんなことをやりました。一緒にツリーを飾り付けしたり、二人でケーキ作りに挑戦したり、クリスマスの映画を見たり、私がアイドルの真似をして部屋でライブをすると、千佐は特に喜んでくれました。千佐が笑顔になるのを見て、私もクリスマスを楽しく過ごせたんです。光景が目に浮かぶよ。サキと千佐は本当に仲のいい姉妹だな。私はお姉ちゃんですから、妹の面倒を見るのは当然のことです。そりゃ大変なこともありましたけど、嬉しいこともたくさんあったんですよ。例えばクリスマスの朝は必ず枕元にプレゼントが置いてあるんです。朝起きると千佐と二人でサンタさんが来たっていつも喜んでいました。さっき言ってたスノードームもサンタからのクリスマスプレゼントだったのか？はい、そのスノードームはすごく綺麗で、私は一目見て気に入りました。それで四六時中スノードームを眺めていたら、千佐も興味を持っちゃって。めったにわがままを言わない千佐が、羨ましい、私もスノードームが欲しかったって言い出したんです。だから私、スノードームを千佐にあげたんです。スノードームよりも千佐の笑顔の方が大事ですから。千佐にあげたことを後悔しているのか？とんでもない、千佐はすごく喜んでくれて、今でも宝物だって言って大事に取ってあるんですよ。私は千佐にあげてよかったと思ってます。でも本当にたまになんですけど、あのスノードームは私のものだったんだって思うことがあって、さっきよく似たスノードームを見かけて久しぶりに思い出してしまいました。すみません、こんな話。なんだか未練がましくてかっこ悪いですね。そんなことないさ。千佐に笑顔になってほしくてやったことなんだろ？誰かの笑顔のために行動できるサキはとてもアイドルらしいと思う。誰かの笑顔のために、そう言われるとすごくかっこよく聞こえますね。話を聞いてくれてありがとうございます。次のライブでもみんなが笑顔になれるように頑張ります。これで今日のお仕事は全部終わりましたね。すっかり暗くなってしまいました。冬は日が落ちるのが早いからな。サキはこの後どうするんだ？事務所に戻ってクリスマスライブの練習です。マネージャーも戻るんですよね？それが俺は用事があって今から行かなきゃいけないところがあるんだ。今からですか？一体どちらへ？それは野暮用だよ。じゃあ気をつけて帰るんだぞ。はい、お疲れ様でした。一緒に帰れると思っていたからちょっと寂しいかも。マネージャーが見ていてくれたら練習にも熱が入るけど、仕方ないよね。明日になればまた会えるし、気持ちを切り替えて頑張ろう。今日もマネージャーとお話できなかった。現場にもいないし、やっぱり年末は忙しいのかな。マネージャーとたわいのないおしゃべりをするのが最近の私の息抜きなのに。あら、この通りは前にマネージャーと来たところ。ん？
急に立ち止まってどうしたんだ？すみません、そこのショーウィンドウに気になるものがあったので。そうそう、ショーウィンドウにスノードームが飾ってあって。あ、スノードームがなくなってる。もう売れてしまったんですね。誰かへのクリスマスプレゼントになったのかな。あの時のチサみたいにスノードームをもらった誰かが笑顔になっていたらいいな。